はい、皆さん明けましておめでとうございます。井川直介と申します。ストリートインストラクター井川直介です。はい、今日は、正月なので、ノーカットでモザイクなしでいきたいというふうに思っております。はい、よろしくお願いいたします。12月31日の時点で、私の動画のチャンネル登録者数が850人、になりました。本当にありがとうございます。思い起こせばですね、VLOOKUP なんていらない2という動画に、初めて、頑張れというコメントが来たのが一番初めのコメントです。その時私確かチャンネル登録32人ぐらいしかいなくて、僕は30たとえ32人でも僕は頑張りますよと言うと頑張れというコメントをいただいた方、くれた方が最初だと思います。おそらく名前本名なのでこの動画では名前は伏せさせていただきたいと思うんですけど、そのコメントをいただいて本当に頑張っていこうかなというふうに思いました。で、初めは1000人だなんてね、夢の夢だったんですけど、もうここまで来たらちょっと1000人行ってみたいなというふうに、あと150人ですから1000人行ってみたいなということでちょっと頑張っていきたいというふうに思います。で、今日は何もしません。エクセルもアクセスも何もしません。ただ私が10分程度バーッと喋って終わるんですけど、ですね、ちょっとこれを見ていただきたいんですよ。これ、何かというと私の人気の動画なんですね。で、人気の動画は VLOOKUP なんていらない、 VLOOKUP なんて使えない2、この、動画がまず、人気で回っております。ほいで、次にアクセスの手記について、それからアクセスの手記が理解すると何ができるのか、それから高速の参照オートラックアップクエリというのが、最近のトレンドになっておりまして、ここがすごい、人気を博しているわけですね。で、正直アクセスに関しては僕ネタがなくて、もう行き詰まってどうしようかなっていうふうに思って作ったその3本の動画がなんか思いのほか人気だったっていうことなんですね。で、まずアクセスに関しましては、本当に基礎中の基礎のことを説明したら何かこうバーッとね、皆さんがこう見ていただいたので、本当に基礎から説明をしていきたいと思います。これシリーズものになると思うんですけど、今まで、皆さんが例えばアクセスに関して本を開いた、それから、人から聞いた、でもわからないっていうか、エクセルの方が便利じゃんって思ってる方っていらっしゃると思うんですね。で、そういう方々が多分そのアクセスの基礎の動画を見ていただいてるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ここは頑張って説明をしていきたいというふうに思います。ただ一つだけ皆さん約束をしてください。一つだけですよ。いいですか。もしこの、私の動画を見て、ていうか私の動画を見るときにですね、ちょっとだけでいいですから、ちょっとだけでいいですから、理解しようと思って聞いていただけると幸いです。なので私はちょっとよりちょっと大きめに、皆さんが聞いてきた、違う説明をしたいというふうに思います。私の中で説明の中で心がけてることっていうのは何かっていうとですね、これ今も私がいつもこうサングラスをしてるケースがあるんですけど、学校で「これは何色ですか?」「先生はこれは黒です」って言うと「はい、黒だって分かった方、分かったもの」って言うとバーッと手を挙げて「あ、分かったね、はい、どうも」っていうふうにして終わるんですね。ね、これは黒だっていうふうに。で、これは物のセールスの売り方にも共通することなんですけど、大抵これを黒だって言っても分かってくれる方っていうのは僕はいないと思ってるんです。物を売る時も人に物を教える時も。じゃあこれを黒ですと言って分からなかったら、なおどうやって説明するのかっていうことを考えた時に、僕は必ずこう言うんです。この色は白じゃないんですよっていうふうに。つまり黒と全く反対のことを提示して、白分かります、で白が分からないって言ったら、白っていうのはこの色じゃないんだよとかっていうふうにして、だん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 そのパターンを増やしていくんです。で最終的に人からで物を教えてる側の人に、じゃあ黒って何色って言った場合、まあ、黒って何色って黒なんですけど、これ何色って言った場合にこういう色なんですかっていうふうに言っていただければもうこっちのものなんですよ。中学生に、私は勉強を教えてたことがありまして、中学生で算数が数学が分からない人っていうのは大体分数が分かってないです。
で、本当に分数が分かってないんです。で、小学校の算数なんで掛け算と分数さえ分かったらなんとかなるんですよ、うん、で、まあまあいろいろなものもあるんでしょうけどね。で、必ず、分数が分からない中学生に対してリンゴを4つ買ってきてリンゴを刻んでって説明したものです。で、先生が分からない説明をするかもしれないけど、僕はこういう説明をする。だから、ね、ちょっとだけ僕の話を注意深く聞いて、僕もちょっとだけ分かりやすく説明するからっていうふうにして、何人もの生徒に方程式が、解けるように教えてきたものです。で、本当に。で、X だの Y だの分からなくたって、バカだアホだなんていうようなことは、ね、言っちゃいけないと思うし、で、X や Y が分かんなくたって、生きていく道はあるにもかかわらず、で、0点取ることによって、僕はダメ人間だって思うことが問題なんですね。うん。だから皆さんもアクセスがわからない、それは、正直言ってしまえば皆さんの努力も足りなかったかもしれないですけど、教え方も悪いんです。だから、2つが、融合すれば絶対に皆さんはアクセスは使えるようになるはずです。なので、ちょっとね、分かりやすく本当に説明をしていきたいというふうに思っております。で、何をやるかっていうと、検索フォームを題材にしてあげたいと思います。アクセスでやって、やっぱりヒットするのって、アクセスって検索機能があるよねとか、データベースだから検索できるよねっていうのが、多分ウェブ上の英語を見ても一番多いので、そこを多くやっていきたいというふうに思っております。で、次になんですけど、Excel に関しましては、VLOOK ってある知名度はもしあると思うんですけど、多分ですね、関数の組み合わせが皆さんいまいち分かってないと思うんですよ。で、関数の組み合わせを説明しようと思いまして、私はですね、オフセットサム、それからカウント A とかっていうのをやってきたんですけど、関数を2つ組み合わせることによってこんなに便利になるじゃんっていうことをやっていきたいというふうに思っております。で、ちょっとこれも見ていただきたいんですけど、これ私のですね、動画を見ている視聴者の、年齢層なんですけど、5、600人の時っていうのはもう20代、もう20代皆無皆無でしたね、それから、30代が、ちょっといて、そして、60代の方もちょろっといたというふうなんですけど、今60代の方がもうすごい増えてきまして、シニア世代ですね、それから20代の方もちょっと見ていただいているんですけど、60代の方がアクセスを勉強しようとか Excel を勉強しようとかと思うのはちょっと意味がわからないんですけど、多分60代で65歳で定年になっちゃってどこかで働こうと思った時に、Excel のスキル等がなければなんか働けないのかなとかっていうようなちょっと気がしてるんですよね。なので、そういったことも踏まえて、Excel に関しては、おそらくは本当に、僕もサム関数ぐらいは分かってたんですけど、会社に入るまでは。まあ、もちろん関数の組み合わせとか自分で勉強したんですけど、その方法をちょっと紹介したいなというふうに思います。で、これね、プログラマーとかもよく言ってるんですけど、この Excel アクセスに関しましては年齢関係ありません。ね、力仕事をするわけでもないし、もう仕事も難しいことをするわけでもない。要は命令を覚えていって、そこに打ち込んでいって、どういう反応が返ってくるのか。返ってきた時にですよ、嬉しい、楽しいと思えば、皆さんのスキルは必ず上がります。間違いないです。私が言うんだから間違いない。まあ、そんな偉そうなこと言っちゃってどうなのかっていうところもあるんですけど、間違いないです。で、20代の方は、どういう仕事に就いてるかは分かりませんけど、いずれ皆さんは多分偉くなっていくはずです。会社の中間管理職、それから幹部等になっていって会社を支えていく立場になるはずです。その時にですね、やっぱりアクセスとエクセル、それから英会話できないと僕ダメだと思ってます。今2019年僕何やろうかなと思ったら、本当に英語を勉強しようと思ってます。英語を勉強してサブチャンネルで日本のね料理とかを片言の英語でもいい、どこまでチャンネルがつくかっていうのをちょっとやってみたいなっていうふうに思ってるんですよ。だから勉強は必要なんです。見てる方、お前英語喋れんのかっていう、英語喋れねえのかと思った方いるかもしれませんが、はい、喋れないです。でもスタバ等でスタバの兄ちゃんが外国人にね、かっこよくこういうもんだよって説明するのと、あ、すげえなっていうふうに思うんで、
私、47ですけど、足りないスキルは絶対身につけていこうかなというふうに思ってますので、そういうことをしたいなっていうふうに思ってます。このチャンネルは、もともと私、教えることが好きだったので、自分の好きなことをやらせていただいてます。で、自分の好きなことをやると、お金って儲かるんだよってスティーブ・ジョブズが言ってました。ね、これは別にお金は関係ないですけどね、僕がやってることに関しては。で、平成でね、本当に嬉しかったことっていろいろあるんですけど、何が嬉しかったって、サザンがね、紅白で大鳥を飾るだなんていうことを、僕が中学生の時に初めてサザンを知ったんですけど、考えられませんでした。いつでしたか、踊るポンポクリンがレコード大賞を取った時に桑田さんこう言うんですよ、年越しライブで、たったたらりら、僕もレコード大賞欲しいですって。ね、それが津波でレコード大賞を取り、今年の紅白でユーミンやサブちゃんとですね、あんなね、絡みをするだなんていうことは全然思わなかったです。ね、もちろん桑田さんは天才だと僕は思ってるんですけど、ね、自分の好きなことをやるっていうことが、ああいうところにつながったなっていうふうに思ってるので、僕もあそこまではならなくてもね、好きなことをやってて、いかがの動画良かったなっていう風に言ってくれれば良かったなっていう風に、良かったなっていう風に死ぬ時にね、思えればいいなっていう風に思ってますね。で、当然皆さんに私がレクチャーをすることによって、私も当然スキルアップしていくわけです。多分一番初めの動画と今の動画、説明の方法はあんま変わってないですけど、ちょっとは見やすくなったのかなっていう気もしますので、分からない方本当に、見ていってください。で、ホームページの方もですね、ちょっとレイアウト変えました。2018ダウンロード、それから2019ダウンロードっていう風になってまして、2019の方はもうちょっとまとめていきたいという風に思います。分かりやすく、今までもね、ダウンロードね、日付はいいですけどね、サンプルファイルの名前となんか、そのカテゴリーが合ってないとか、どの動画に対応してるのかって分かんなかったと思うので、その辺のところもちょっと分かりやすく、やっていきたいなというふうに思っております。この動画を見て、2019年終わるとき、2020年なんでしょうけど、2019年終わるときに皆さんがちょっとでもスキルアップして、スキルアップしていただけたら、私は本当に幸いだというふうに思っております。で、アクセスの動画に関しましては、毎週火曜日、更新したいというふうに思います。で、なんだ、エクセルに関しましては金曜日、ただしエクセルに関しましては質問動画等が来た場合にはちょっと延期する場合がございますので、ちょっとこれだけはご了承ください。それと毎週火曜日にですね、アップしていきたいというふうに思ってますので、時間のある時に収録というか、収録って大したものじゃないんですけど、動画をこう何本かまとめて撮ることもあるかもしれませんので、ちょっとね、時勢がずれてる場合があるかもしれませんが、その辺はちょっとご了承おきをください。どうですかね、私の素顔ね、素顔の方が、好評良ければこちらの方でやっていきたいというふうにも思ってるんですが、どうなんですかね。はい、ということで、終わりたいというふうに思います。はい、では2019年、本年どうぞよろしくお願いいたします。そして皆さんが、この動画を見て、少しでもですよ、アクセス、エクセルのこうスキルアップできるように、頑張っていきたいというふうに思います。興味のある方、ぜひチャンネル登録、コメントどんどんしてください。できる限り私の方で返して動画を上げていきたいというふうに思います。自分で言うのもなんですけど、私がアクセスの、書式、というか書籍を開いてわからないと悩んだ時に、こういうチャンネルがあればいいなというふうに、こういう動画があるなと、あればいいなと思って、僕はこの動画を作っております。だから、アクセスの、初心者の方、恐れずに、どんどん私の動画を見ていただければなというふうに思います。はい、では今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。興味のある方はぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。はい、では2019年もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。